いたします。よろしくお願いします。さあ、まずは注目の4社のハイパイ。おっと、うん、秋ドラのパーピン2枚で1面つ1両面、ターツもさらに2つある。なんちゃんには水原、パイレーツの今季 初出陣です。1面つ完成。おっと、瀬戸熊も赤ウピン使って面つできています。そして、ペーチャの日向。チーマンがアンコ、トイツが2組。第1弾はチュンからです。最初さん、まずは4社の手配をご覧になっての感想としていかがでしょうか。そうですね、もういきなり親のアキさんにね、はい、勝負手来てますね。水原も2面つですよ、うん、で瀬戸熊さんもいいんですよね、はい、瀬戸熊は1面つと2面があって、ターツの候補も出ていると。ドラドラで平田さんもこれはもう行きまくてですね、これね、いきなり4人が4人とも、うん、かなりいい部類の手を持っていますね。これいきなりトンパツから来ましたね。来ましたね、はい、水原としては赤馬は使いたいか、そして日向の手は統一手あるいは高つ手なんていうのも見えると思うんですが、シャアすでに1枚切れですね。あーとなると、あもういきなり天敗だ。リーチ、さあ先制リーチは風林火山、親の二階堂秋、ドラのパーピンとパーマンのシャンポン待ちでの先制リーチとなりました。パーマン、あごめんなさい、パーピンは、日向と2枚ずつもちもちになっています。どうしますか、まあ、知らんといくか、知ってます知らんとはいけない、ね、はい、うん、まあ、いきなりねトンパスから降りたくないんですが、はい、まあね、あまだ上がりが近くないということで、うん、現物切りましたね。さあこれは、まあ、赤ウーマンがねちょっとでもやる気にはさせてくれてんのねと、うん、E ピンぐらい行きますか、まあ、そうですね、浮き牌切るとね、あの赤馬にくっついたらまあそこそこ行ける手なんで行きましたね。リャンソーの方行きましたね、うん、まあ降りるんだったらまあイーソーとか、うん、はい、はい、3発、まあ、そうですね、うん、同じ、30しのげますからね、うん、うん、これチーマンが4枚見えてる日向、パーマン掴んだ時大丈夫か。大丈夫ないです、ね、大丈夫ない、はい、あの9万宣言牌ですけど、大丈夫ないですね。他に安全そうな牌も、まあシャーかベタ折りで、うん、そっかそっか、逆に9万宣言牌だと止められるか、日向ぐらいの手だと、うん、瀬戸熊パーマン掴んじゃいましたよ。あのこれチーマンカンスとかされちゃったらパーマントゥルトゥルトゥルですよね。ですね、はい、現状ね皮もこう強いですから、うん、ちょっと待ってください、これチーソ切ってウーソ切ったのにまだ手がやらせようとしてますよ水原のことを。3個や数アンコあるか、 E ピン3ピンあるな。あら、え、これはイーシャンテンキには取れるんですが、これなんかあのねチーマンを端っこと端っこに寄せたら、あれ2ピン短期でチートイツロンとかツモとかできますすごい、うわー来てる来てる、マジか、もうこれあんまいっちゃいます、目つぶって。いやいや、これも行く手になりましたね。うわこれだって3ピンは石橋さん、はい、3ピン1枚やばで、秋の街はパーマンが1枚しかないですよ。え、来ましたね、来た、来ましたね、来た、ウーマンが2枚、あ、2枚持たれてるんで残り1枚、ね、数ピン、数ピン2枚山、うわ、数ピン引いたら熱いよ、3ピン数ピン1枚ずつ、秋より多い街が、できれば両面なんか引きたくないな。まあ、ただね3個ドライチのね、はい、テンパイにはなる。そうなんですよ、でもドライチを切んなきゃいけない、あ切らなくていいか、うまくつけば、そうそうそう、数ピン、はい、数ピン切ればね、うん、いいですね。いやあるか、あるか、Mリーグ、新シーズン開催3日目パイレーツとは、パイレーツは今日が、出陣の日です。そんな日にいきなり決めるか、なんちゃの水原、水原なんちゃで強いで有名ですからね。ですよね、はい、パーマンパーピンは1枚ずつ来るか、来ちゃうのか、3ピンあるからね、なんと言ったって3ピン引いたらどうするか、あ、3ピン なくなった、3ピンがない、でも数ピンはあるもん、ね、数ピンが2枚、うん、でウーマンは2個持たれちゃってるんで、ウーマン引いてテンパイは多分スワンコにしちゃうと思うんで、その場合は山になしですね。あ、いや、まあ、これ勝負手なんでね、勘でしょうね。数層何枚出てます？3枚なんで、サブロー層はまだ消えてないですね。で9層が通ってますので、6級層の両面に当たることはない。勘だ、ロー層難関、
さあまずはシンドラウーピンです。これ秋に1枚リンさんには、あーこれはテンパイですね。リーチそのまま行きましたか。さあ水原3暗号確定のサブローマンマッチ破壊1枚です。鬼山もいるんだ。4枚3枚1枚減って3枚。うわーこれは水原切ったぜ。パーマン1枚ですよね。そうですね、この2軒目のリーチになったことによって瀬戸熊からパーマンが出ることも、もうでもウーマンとか通ると分かんないですけどね。まあ困ったら分からないですね。待て、2軒リーチなんで結構困りますねこれね。じゃあウーマンとか通っちゃうと、うん、あの通ってるのがソーズばっかりじゃないですか、はい、ピンズも通ってるか、なんでマンズが全然分かんないですねどうなってるか、ね、なるほど、確かに、うん。3対1水原チャンス、打点はイーブンといった感じ。一応これ打点でも満貫の手だったんですね、はいはい、積極的にリーチいきましたね。いきましたね、うん。さあ昨年度の優勝チームチャンピオンチーム水原明奈、開催3日目にして満を持しての初陣となります。親の明の先制リーチに対してサブローマンの大物手で追いついている。4万スレスレ通していく。ちょっと水原も若干の緊張感をまとっていそうな、そんな表情にも見えます。初戦でこんなすごいって入りましたからね、はい、3走缶が入っていますので、秋が配定の番になります。まだ4枚もいるんですね、2人合わせて、合わせて4枚。これ便利な時代になりましたよ ねサード積もったのは一の脇、どう裏、うわーないか、はい、裏ドラありませんが、リーチスもドラドラ、あリーチもドラさん、4000点オールの積も上がり。石橋さん、はい、今年もいきなり枚数裏切ってきましたね1対3は1でも勝つ、そりゃそうだ1対3って何回に1回1位が勝つんですか。これはまた、取り切ったとして、ワンパイとか無視すると、はい、まあ、1対3は4対、4分の1ってことですね。4回に1回秋が勝つケースは、はい。